皆様こんにちは。クリスマスローズ大好き野々口みのるの園芸ノートです。今日はご覧の通り、文京区にある園芸店音の葉に来ています。クリスマスローズの2年生苗が入荷しています。どうぞちょっと皆様にご紹介したいと思います。右端から紹介いたします。一番右側ですね、クリスマスローズのダブルピコティですね。お分かりですかね、はい、こんな感じです。隣が、ダブルのアプリコット、はいはい、すごい黄緑色の綺麗な葉っぱを展開してますね。中にはこういうやつがいますけど、はい、人それぞれと同じようにクリスマスローズもそれぞれです。はい、次がダブルのイエロー、ね、はい、こんな感じですね。次がダブルのブラック、かなりいい色合いのブラックですね。写真はちょっと苗がやっぱり黒は小さいんですかね、他のものに比べますと。はい、隣が、はい、ダブルのミスティーローズですね。こういう感じです。はい、次移動します。ここからですね、ダブルアップルピンクも可愛い色ですね。新葉が展開し始めてます。中心と、ね、次がダブルのホワイト、まあ、定番中の定番ですね。白は綺麗です。その隣はセミダブルになります。セミダブのミスティーローズ、元気ですね、はい、隣がセミダブルのスーパーイエロー、スーパーですね、どんな花が咲くか楽しみです。その隣がセミダブルのホワイト。セミダブルやっぱり私も好きな、種類ですね。その隣も同じですね。じゃあ次行きます。今度はシングルですね。シングルのピコティ、白色ホワイトの花に縁に赤っぽい、まあ、ピンクか赤でしょうかね、縁取りになってます。そしてスーパーイエローのシングルですね、はい、この感じで。シングルのビューティーホワイト、綺麗な白、こうまん丸ですね。葉っぱがね、面白いですね。まあ大きくなるともう少し長っぽくなるのかもしれないですけど、まあこれも人それぞれ、クリスマスローズそれぞれですね。2、3枚入荷したのでちょっともう売り始めちゃってますけど、はい、そしてシングルのアプリコット、ね、で最後がシングルのブラック、
黒はいいですね、はい、こんな感じです。一通りのご紹介しましたけれども、いかがでしたでしょうか。私もいくつか購入して、また2年生内、小内9センチポットの植え替えの作業ですね、別な動画で作っていきたいと思います。ただし、どれを買おうかな。悩ましいですが、ちょっとそれは別な動画、次の動画でのお楽しみということで。よろしくお願いいたします。はい、今日もちょっとね、昨日ちょっと寒かったんで、雨降って寒かったんですけど、今日もちょっと曇りがちではあるんですけど、ちょっとじわーっとした暑さがついています。皆様お体気をつけて秋の、園芸楽しんでください。クリスマスローズ楽しんでください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。